はい、こんにちは、メディカ佐藤、月見歯科クリニックの佐藤です。今日ですね、我々こうずっと調べてきた NO 一酸化窒素についてなんですけども、これすごいことが分かりました。ハミングですね、ハミングを歌うと鼻腔の中の抗菌物質であるNO 一酸化窒素がなんと15倍になるという論文を見ました。で、我々がリンパケアっていうのをやってて、血管拡張とかリンパ管の拡張、その体液の循環っていうの、血流も含めて全体の循環が良くなるのに NO っていうのをずっと言い続けてる内容なんですけども、ちょっと鼻腔内の NO について調べたところ、一酸化窒素が微弱振動によって、大きく流れるということが分かってきたわけですね。ですから NO を多くするには鼻歌を歌うということです。で、我々マスクしてて、鼻歌をブーンって言ってれば、ちっちゃな音でブーンって微弱であれば微弱なほどいいっていうぐらいなのが、我々の考え方なんですね。 NO に関して微弱であれば微弱なほど NO が出やすい振動、微弱振動、例えば、超音波振動でも皮膚の、ね、超音波振動でも血管内の NO も出るし、上皮からそのものから繊毛からも NO が出るみたいです。で、その NO っていうのをずっと私たちが探し続けてきたというか、体の中で NO が出るっていうことを、健康一酸化窒素出るという仮説のもとにやってきたんですけども、ですから、具体的にはいろいろね、これ全部スピリチュアル的にも話が通じていくんですが、その話もは置いておいて、この NO が15倍出るっていうのはもう本当にエビデンスがあることですので、そのエビデンスの元になるものもリンクを貼っておきますので、微弱刺激によって鼻腔内の NO が 15倍になる、この抗菌物質ラジカルですね、ラジカルっていうのは酸化させて、相手を酸化させて、そしてその相手の力をなくすというものです。例えば消毒剤とかですね、オゾンとか、イソジンとか、ああいうオキシドールという消毒剤はみんなですね、あれも含めてアルコールも含めて、あとなんだ、ジャイエンソ酸化、そういったものみんな今消毒剤で使われているものっていうのは全てラジカルなんですね。相手の電子を奪って、不活化させる、もしくは、菌を殺してしまう殺菌作用とかがあるっていうことです。ですから、その鼻の中のとか体の免疫力を高めるっていうことで NO っていうのが大きなね、大きなその我々を体を守るものになりうるんじゃないかというお話です。ちょっと短いですけども、とにかく私たちはハミングをする、もしくはハミングをしながらふーんって言いながら振動を感じる、そして肺も僕らの仮説だと肺撫でるだけでずっと NO が出るというのがそうなので、ここの間質、わかりますね、間質性肺炎、胸膜、肺の肋骨のすぐ外側に胸膜、筋肉の内側にすぐ胸膜がありますので、その胸膜に軽い振動を与えることによって NO 活性は絶対高くなるはずなんですよ。もうこれエビデンスないことですからあれなんですけども、こういった服なんかでも背中をこう服を軽く揺するだけ でとか背中を軽くさそるで、自分でさそることができないので、こういった服なんかはシャツとかタオルで寒風摩擦、昔寒風摩擦がいいって言われてたんですけど、寒風摩擦ではなくて少しだけ振動を与えてあげる、なだったらこうボディソニックとか、そういったものも含めて振動を、音楽を聴くとか音楽を奏でるとか、そういった振動が我々の体のリラックスとともに、いい状態になるというふうにことが思われますので、皆さん
こういった時ですから、まあ、ちょっと音楽をかけるとか、ね、振動させるっていうことがすごく大切になると思います。自分でその振動するものがなかったら自分で、口の中マスクの中でっていうだけで、大きな呼吸をしなければウイルスは飛ばないわけですね。そういったことも含めて皆さんちょっとやってみてくださいということです。ではまた ONO については別の回でも説明していきますので、よろしくお願いします。